カポさんです。
それでは今日の成果のお時間です。Thank you.
ってみよう。何がいいかな何がいいかな。マツケンサンバ。はい、ということでちょっとめちゃめちゃうろ覚えますけさんは今日のラボちゃんでーす。ラボちゃん、おはようございます皆様。今日のラボちゃん、お水が少ないので今日も今日つてお水を入れますね。まずざっくりは合ってましたかね。失礼いたしました。ケンさん、ケンさんのあの街ブラするやつあるじゃないですか。お散歩しながらいろんな街を巡る、街の方とお話ししたり、たまに見ますね。はい、お水いっぱいになりました。今日は付箋をね持ってきたんですよ。こういうね水色の、だけどこれでお洋服を作ろうと思ってるんだけども、まだ全然もう全然全然あの未来が見えておりません。できるのかどうかやっていこうと思います。とりあえず貼ってく。ちょっと濡れてると取れちゃうからティッシュで拭いて体拭きます。では貼ってみよう。つくのかなこれ。 あれまさかのつかない。紙、これ紙に紙をこの両面テープの厚さにじゃあ一切って、大ピンチじゃない、切ってですね、折りました。なので
から両面テープを同じぐらいの長さにして、そんなにいらなかったら貼ります。たらプロプロプロって剥がします。そうすればここに付箋を貼れます。ね、これをできる限りいっぱい貼っていこうかな。ペタ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 、さあさあさあ貼れました。これをおー、なんか工作感強いめちゃめちゃ工作感強いんだけど、今こんな感じになった。なんかこれどうしたらいいかな。これをどうしたらいいんだ。宇宙人みたいになっちゃったよ。これをどうしたらお洋服にできるのでしょうか。タコみたい。まあとりあえず切ってみようか。初めての先が見えない。今まではやってて先が見えてたけど、今日は先が見えないな。イカになってもらおう。決めました。今日はイカラボちゃんを作ります。先が見えました。じっとしてくださいラボちゃん。オッケー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 。そしたらここを作ります。ここを、折り紙をまず作って、一緒にしますね。そしたら鶴を折る感じでいいのかな。
中にこれを2のやつにしたら折り込む。するとあっという間に三角棒の完成です。ほら、あ、なんかこうすると幽霊みたいな。これね、ここにポッケができました。これをかぶっていただけば、おお、こう水色にしようかしまいか、しない方がいいかも。が帽子の完成ということで、完成しました。イカラボちゃんに登場していただきたいと思います。それではイカラボちゃんの登場です。てれてててて、いかがでしょうか。未知数なんだけど、可能性が無限大ですね。ラボちゃんにはこうか、これこうで、こうじゃじゃーん、イカラボちゃん、イカラボちゃん、今日は工作味が強めです。イコラブさんかと思いました。うまいね、おもろいね。イカラボちゃんです。はい、それでは今日はイカラボちゃんで食事タイムしたいと思います。はい、チーズ、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 ありがとうございます。さあ、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12本足でした。12本足でした。ちょっと多かったですね。はい、ということで、そうですね、まあラボちゃんの可能性を期待してのびのびとして今日も終わろうと思います。それではいきたいと思います。せー、指名ですか。せーの、のびのび、ありがとうございます。さあ、イカラボちゃんはねこの辺に置いておきますね。イカラボちゃん、こうすると余計、こうするとすごいさ、セパレートになってさ、ほらわかる、足がピャってなっていいんですよね、意外と。光ってる、ほら、イカイカ、何がいるんやん、何がいるんやって感じですね。はい、ということで、またイカ、皆さんまたイカだよ。違うわ、あれ、グッズ、グッズ、グッズか、ズだ、なんで急にグッズって、ズだよね。オッケー、図ですよね、なんか変だと思いました。図です。さあ、それでは生誕グッズ、あれ、図になってる、図になってる、あれ、図にしたの、あれ、びっくりびっくり、グッズ、図、
大きな押してなかったんだな、マーク。よし、生誕グッズを、グッズを、グッズを、グッズを生誕グッズを、はい、受け取ってきたので紹介したいと思います。さあ、それではまず T シャツ、なんとこんな感じになりました。イエーイイエーイ。イカイカラボ、イカラブ T シャツ、いい感じ。こういう感じでですね、めちゃめちゃ、あの本当に冗談抜きでこれは多分普段使いできる。ちょっとこう、あ、デザイン性のある T シャツ着てますねとはなるけども、全然いけると思います。白と黒でモノトーンですし、まあ書いてあることもラブですからね。ただそれがイカで書いてあるってだけでラブなんで、全然あり得るよね、 T シャツでね。で普通のラブよりも、まあちょっとあれ一瞬なんて書いてあるんだろうっていう感じだから、普段ラブって書いてある T シャツなんて着れないよっていう方もいるかもしれないけど、そういう方も着れる一品となっております。はい、買います。ありがとうございますありがとうございます。ぜひね、あのゲットしていただいて、これは本当になんていうの、もう雑貨屋さんとかでもいけそう、雑貨屋さんではないかね、全然こういいと思う。今までとはちょっと全然違った感じで、まずあのカノの生誕 T シャツで、黒は初めてですね。黒、だからさ、こうカノンのファンの人はもちろんゲットしてほしいけど、カノンのファンじゃなくても、え、なんか面白いじゃん、いいデザインじゃんっていう思った方はぜひあのゲットしてください。で、あのこっそりこっそりでもいいので来てくださいね。バレないバレない、これだってこれをもしあのカノンの推しじゃなくて、でも可愛いなって思って買ってくださったとするじゃないですか。で、あの劇場に来てきてくれたとするじゃないですか、ね、でもそしてもう分からん、多分これ前後ろね、ここを見たら絶対好きのあれだって分かるんですけど、ここだけ見て、これに上にパーカーとかね、こうちょっとこれぐらいまで隠れるようにパーカーとか着てたら、カノンは分かる、カノンは来てくれてるって分かるけど、あの多分他のメンバー分からないかもしれないから全然着れる。背中はねお見送り見えないから、うん、ぜひ着てみてくださいませ。ゲットしてください。これ M だけどめっちゃさ、 M にしてはこうゆったりサイズな M だよね。だからなんだろう、カノンは好き、こっちのゆったりしてる方が、ゆったりしてるやつより M です。これが M と M と L と XL の展開でございます。そんな感じ、まあ皆さんの方がよく知ってますよね。はーい、まあね、カノン推しの方はもう堂々と来ていただいて、まあカノン推しじゃなくても堂々と来ていただいても全然大丈夫よ。カノンはね、このめっちゃ話すけど、このお目目がね、とてもこだわり、なんかついてるね、お目目がとってもこだわりポイントで、見てください、この何とも言えない表情をねしてるんですよ。こう一体一体手書きなので、ほら、わかりますか、この絶妙な表情、これ好き、この子も好き、この後ろ、あの逆さ向いてるやつ、わかるかな、このニュアンス、もう全然こうみんなもう世界に一人って顔してるじゃん良きじゃない、こう結構ね、みんないろんな表情してるんですよ。はい、可愛いのでぜひゲットしてください。次、絶
妙な表情でしょ。いいと思うでしょ、うん、次はトートバッグ。トートバッグはですねこちらでね、タコイズトートバッグ。はい、今回はまたまた珍しい色にチャレンジしまして、こちらターコイズカラーとなっております。ということでじゃじゃん、ターコイズバッグということで、タコ、これ一応タコですね、だいぶおしゃれにしたタコ、タコさんがもうターコイズバッグって感じ、バッグバッグタコイズバッグ、ターコイズカラーなのでこういうデザインにしてみました。まあタコ、あ、タコちゃんチキラありがとうございます。カノンタコもね、割と絵文字とかキャラとか、まあ、タコになったりとかしてきたので、ターコイズでタコ、これいいんじゃないでしょうか。おマネージャーさんもおいいですね、センスいいですねってお世辞かもしれないけど言ってくれました。はい、でもそんなギャグ感は強いけど、あのデザインは割とおしゃれだと自分では思っていて自分ではね思っていて、これも雑貨屋さんでありそうな感じしますよね、きっとね。うんうんうん、ちょっとハイセンスになりたい方はぜひ。この色もなんか割とこう使えるカラーだと思うんだよね。なんか緑系のお洋服とか合わせても可愛くない？これ意外と普段使いできなくもない色だなっていう風にすごい思います。ターコイズブルー大容量ですし、今回初めて、まあ年齢もあるけど、若菜、妹の若菜も使いたいって言ってくれたんですよ。これすごくない？そのままはあの普段の使ってくれてたの、やっぱりお荷物多かったりとか、これぐらいのいっぱいいろいろ入れたりとかそれも多いからちょうど良かったみたいで普通に使ってくれてたんだけど、これ今回妹の若菜も使いたいと言ってくれるぐらいの普段使いができそうなデザインとなっております。はい、JC に認められたデザイン、そうぜひゲットしてください。はい、いいですね、タノも結構お気に入りと、まあこれですね、まあこれも皆さんもご存知 T シャツのキーホルダーでございます。ラブ、結構分厚いんだねこのキーホルダー。はい、ということで今回の生誕グッズはこんな感じです。皆さんぜひゲットしてくださいませ。ゲッツゲッツしてね、ゲッツ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 してください。もうトートバッグがお気に入りでも、なんかさすがにまあ使えるか、カノンはね使ってて街中で見つけたらみんな一発で上がっちゃうよね。It's bug. OK. 以上、生誕グッズでした。もう買えないの？もう買えないの？あら。あれは？劇場でもう一回買えるかな？買えないか。買えたら買ってくださいぜひもう買えないまあいいや、でもすごい届いて嬉しかったのでご紹介でした。待ちぶらするやつ、変わっちゃうんだ、もう大悟さんも。けどさあ、それではちょっと短いんですけど通常配信スタートです。おはようございます、お目覚めはグググ。そっか、検査じゃなくなるのね。大吾さん、へえ、意外。ロンちゃん卒業公演についてはまた明日かな。あ、そう、あ、でも全然
読める限りコメント読んでいこうかなって思います。くまちゃんありがとうね。くまちゃんおはくま改めてありがとうございます。広島にはタコもみじまんじゅうタコサブレがありますだって。おお行きたい。おはようかのちゃん、おはよう、毎日配信いいやっこの日ありがとう。こちらこそいいやっこ、皆さんがいつも応援してくれ見に来てくれるおかげでいいやっこって1185回も毎日配信ができております。ありがとうございます。13分、ペペペッと読んでいきますね。おはよう初見さんありがとうございます。おはようございます。常連ですだって、ありがとうございます。いつも見てくれて、千鳥さんが好きなんだね千鳥さんが好きなんだね。光ちゃん、さっき光ちゃん、おはさんちゃん、おはくまありがとう。おはくまだよ、おはくまありがとう。おはやさんちゃん、よんちゃんなんでやねん、さっかいの声当たりがなくて、まあ、なんでやねん、キャーなんでやねん。それでは改めてご挨拶、かのちゃんおはよいしょ、どこしょ、応援お疲れ様、どんどんじゃんけん惜しかったね。なんかいけそう、めちゃめちゃかの気合い入れてやったんだけど、それが良くなかったのかタイミングうまく合いませんでした残念。でもちゃんとはい感謝の気持ちを込めて握手もさせていただいて、はい、まあまあまあこれはこれであそこのじゃんけんらしくていい最後だったなと思います。ハートありがとうございます。誰になるんだろうね、ドンさんのポジション。そういえばハートありがとうございます。バカニアのオリジナル曲素敵ねだって。はい、プレイリストっていうねオリジナル曲がバカナの妹のあの TikTok に上がってるので、ぜひ沢田バカナで聞いてみてね。おはようございます。繰り返してごめんだけど I love you くまさんもずいぶん前飛んでたようだって。あーごめんなさい、 I love you くまちゃんありがとう。あれだよね、天使みたいなくまちゃんありがとうございます。おはよう、改めておはよう、はい、おはよう、あっちこっちどっちラッキー、なんでやねん、どうしたどうしたんですかあとありがとう、おはよう、今日も可愛いありがとう、ありがとうございました。おはようさんちゃんありがとうね、おはよう。昨日の公演の漫才を見てはたごちゃんには劇場で漫談してほしいと思いましたって。あ、なるほどね。でもすごいすごいよね、ドンさんだからこその、卒業公演でとっても素敵でした。今日も無事波乗りたい使用しました。今日もあなたはいい波乗ってんねん、ありがとう。おはよう、じゃあラブシャンコーナーありがとう。ついに私も CCW のシンガーソングライターですね。昨日一気に遠征から帰り道、副リーダー誰だろうねと家族で話してて、あほもかもって言ってたの正解だって気になると思います。はい、クリーダーにほののさんが、ドンさんからのご指名で着任いたしました。クリーダーほののさんでございます。よろしくお願いいたしますですね、本当に。おはよう、昨日最後のじゃんけんができなくて、そう、うまくできなかった。かみちゃん、おはようさんちゃん、昨日ごはんお疲れ様、ありがとうね。おはようさんちゃん、ビッグハート Thank you。 おはよう、あらはん、かのん、かにゃん初のオリジナルが曲公開してくれたね、今回もバズってほしいね、ねえ、バズってほしいね、皆さん聞いてあげてください。あかのちゃん、おりゃずの楽もされてな、かのちゃんのアドバイスもあった。あ、うん、まあそうね、アドバイス、まあ、やっぱさ初めて作った曲なんですよ。
プレイリストっていうね、妹のオリジナル曲ということで、ちょっとお手何一緒に、なんて言ったらいいのかな、アドバイスさせていただきましたね。ビッグハートありがとう、夢ハートててん、ありがとう、おはよう、チキンさんありがとうございます。まあアドバイスと言えるほどかわからないけど、あ、まあ、アドバイスというかやっぱり一応音楽制作っていう授業を受けてたので、あのそこで習ったことを妹にも教えてあげるっていうことな感じですけれども、はい、あ、指貼ってありがとうございます。おはよう、しけんさんありがとうございます。今朝もかわいくんさんありがとう。昨日はどうじゃん、卒業後の疲れさんちゃん、ほんでふくりさんおめでとう。結婚して、そしてそしてお正月次だ、ありがとう、おはよう、かまちゃん、グランパスくんに続いてさのまるの隣もゲット、はい、隣ゲットしがち、おはよう、レインボースターありがとう、たかひろさんもねまさかのお隣で撮らせていただいたんですよ、本当に光栄なことでございます。おはよう、レインボースターありがとう、のびのび、常連の滝、常連の滝違った、舞い上がり、かわいいほのちゃんにはのびのびゆっくり出してほしい、のびのびラボちゃんラボちゃんのびのび、レインボースターありがとう、おはよう、くずりおじさんおはよう、シーフクリアのまちゃんどうなるの、極限教としても妄想でね、ドンさんからもそういう言葉がありましたね、キロッチュッタチラッ、おはよう、ケロじゃなかった、改めてはいいや、こんにちは、連続配信ありがとう、さんちゃん今日も暑いね、だってそう暑い、声出していこうぜ公演はまだまだいいんですけど、暑いけどまだいいんだけど、もう本当に鉄縄死んじゃうからね、この暑くなってきたら汗が止まらんもん、いつもなんだっけ、声の傾向と対策が終わった後、最後ポジション的にみおちゃんと最後一緒なんですけど、隣ペアなんですけど、毎回汗やばいよって汗やばいよ大丈夫って言われるんですよ、そっからもやばいとか言ってもう汗がやばくてね、本当に大変、あのあそこは本ちゃんコメディエンの枠を目指す、コメディエンの枠だったの、おはよう、ブルーはゴルフの中日グラウンドから何でもボランティアで持っていくと目立つかな、あ、勝てない、え、あ、え、お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 、この土日大好きなチャレンジ失敗したので、なんか丸が変わってる、もう5月間近いね、そう誕生日が近づいてる、おはよう、ズブヌレ好きのお渡し会チケットゲッチューしましたで、ゲッチュー、ケケケロケケケロケロチュー、 Thank you、 ありがとうね、のびのび、おはよう、握手したようなしっかり夢も見られました、よかったです、しばらくはほののさんの、ほののさんのの、ほののってな、ん、おはよう、え、からなんか、え、あれ今日みゆの生誕さっきなくなってしまったら慰めて、よしよし、おはよう、一にしたちゃん、ありがとう、さのまるね大きかったね、動きがめっちゃ可愛かったですね、全身を使って、まあ、全身主に足を巧みに使って盛り上げていてすごいなって思いました、可愛かった、おはよう、のびのび、かおちゃんの好きなところで、ひそか生誕グッズを真面目に宣伝すること、まあもう売ってないけどでも届いてから紹介するってなってだからやっぱ実物が来ないとさ、ちょっと分かりづらいじゃないですか、しかもかおのデザインは結構、まあみんなそうかな、なんかやっぱ実物を見ないとそのデザインの良さがねやっぱ最大限伝わらないわけですよ。おはよう、ハートありがとう、どんちゃんの由来は
いやのギフちゃんを聞かないとないかね、言ってましたね、気になる、のびのび、今日は昼から仕事だから8時まで見れると思ったのに、あともう2分になってしまいました。それでは皆さん、ちょっと今日は生誕グッズをノリノリで、もう買えないのにノリノリで紹介してしまったがゆえにお話がねなかなか全部できなくて、はい、すみませんでございます。本当にカノさんの時は最後に立ち物にも教えてくれん、どうかなどうかなどうかな、漫才カノね着替えててあまり見れてないから、そうまだちょっと見れてないんだけど、新婚まんじゅう美味しかった、1個しか食べてないよ、グッ。はい、ということでちょっと全部なかなか読めなかったんですけども、たくさんコメントありがとうございます。あ、お仕事頑張って、はい、今日はよこにゃんさんと2じゃないよ放送、ぜひ聞いてくださいませ、皆様楽しく、はい、収録してまいりましたのでぜひ聞いてくださいね。はい、ありがとうございます、たくさんのコメント。それでは今日も13位からさんでした、マリキテ登場。13位さんです、頭かっこみねっとり、ありがとう。12位さんです、フィンランドの水海には恋が叶うレジェンドがあるって聞いた、 Thank you。 11位さんです、頭かっこみねおーでてありがとう。10位さんです、ありがとう。9位さんです、頭かっこみね大好き、ありがとう。8位さんです、頭結構ファミリー、ありがとう。7位さんです、ありがとうね。6位さんです、ありがとう。5位さんです、頭結構ファミリー、ありがとう。4位さんです、頭結構ファミリー、ありがとう。そして3位餃子さんです、タグー。そして2位さんです、怪しいですね。そして今日の第1位はトゥルトゥルトゥルさんです、ヤコファミリー、今日も可愛いね大好きよ、おはイカおはイカありがとうおはイカってなんでやねん、ありがとうね、一素晴らしいポポポ。そして今日の85分ヤコさんはタラタタタさんです、ありがとうございます。あなたもぜひヤコファミリーになっちゃってくださいね、キュッ。はい、ということで今日はちょっと短い時間だったんですけど、まあお話の時間がね、またお話ししましょう。少しでも気になってくださった方はぜひここの後をピンクにしてフォローよろしくお願いします。そして X と Instagram の方もぜひチェックしてフォローしてください。はい、そして今日はよこにゃんさんと2じゃないよということで、ぜひぜひ皆さん聞いてください。21時40分間おはいかもけど、おはいか幽霊じゃん、おはいか大丈夫そう、ありがとうね、ハートで頑張りましょう。はい、頑張りましょう。あとなんか、あ、そう、生誕グッズはね、もしゲットできる機会がありましたら、もうぜひともゲットしてくださいませはい、それでは今日もこの辺で、ね、またごやんね、ありがとうございました、バイバーイ、またねー。